ゆっくりと学ぶ物理学。物理数学編。ラプラス変換その2。今回は前回触りの部分だけ解説したラプラス変換のついての計算法則を紹介するよ。まずは線形法則。このようにラプラス変換では定数倍、は、差、についてはそのまま維持されます。係数を外に出したり、それぞれを別々にラプラス変換したりとうまく計算しましょう。例題の方がわかりやすいね。例1、3e の 2t 乗マイナス5のラプラス変換。係数の3と5を外に出してあとは普通に変換します。基本的なもののラプラス変換は暗記してしまってもいいです。専門書なんかには基本的なものはリストとして載ってるから、それを見ながら計算してね。例2、コサイン t の2乗。これはまず倍角の公式で変形します。その後、係数を出して、別々に計算。これで OK? 次は移動法則、だよ。丸1は ft が指数関数倍されている場合です。これは平行移動させるといいだけだよ。丸2は平行移動させたものは、指数関数倍になるってことだよ。つまり変換前の世界で指数関数倍だったものは、変換後の世界では平行移動。そして平行移動は指数関数倍になるって解釈できるね。ちなみに丸2の関数はヘビサイトの単位関数が入ってるからちょっとわかりづらいので、イメージを書いてみたよ。つまりはこんな感じ。平行移動させたグラフがヘビサイトの単位関数の影響で、途中で不連続になるってことです。さて例題だよ。まず例1。e の 2t 乗コサイン 3t のラプラス変換。ft イコールコサイン 3t と置けば、このラプラス変換はできるよね。それに指数の e に t 乗がついてるから、2だけ平行移動させればいいんだよ。2t 乗だから2だけ平行移動って意味です。よって答えは出たね。続いて例2、ここでは ft イコール t3 乗と置くと、これもそのまま変換できます。このルールを使いました。それが1だけ平行移動してるから、今度は指数関数倍して e のマイナス 1s 乗を引っつければ OK? 次は微分法則。ft は0から無限大で連続、指数位数の関数とします。さらに、f't も0から無限大で区分的に連続とするね。この時、f'tのラプラス変換は s×fs-f0 が成立する、ってものだよ。これの意味は以下の通り。変換前の世界の微分は変換後の世界では積とは、ある噂になっちゃうってことです。これ結構大切です。さて例題だね。微分法則を使って、sin at のラプラス変換イコール s2 乗プラス a2 乗分の a。からコサイン AT のラプラス変換の結果を導いてみましょう。FT イコールサイン AT と置けば、その微分は A コサイン AT だよね。よって、コサイン AT イコール A 分の 1F'T と書けます。したがって、コサイン AT のラプラス変換は、A 分の 1F'T のラプラス変換ってことになるね。係数 A 分の1は外に放り出すよ。そしてここで微分法則をそのまま使いましょう。sin at のラプラス変換は s2 乗プラス a2 乗分の a、f0 イコール sin0 イコール0なので、これらを代入すれば導けます。続いて積分法則。ft は連続とかはお決まりの条件なのでそこは気にしないでいいです。さて、0から t まで積分したものをラプラス変換すると、s 分の1がひっつくだけだよ。意外と簡単だね。つまり変換前の世界の積分は変換後の世界では s 分の1倍って意味になります。すなわち、微分や積分といったものも、ラプラス変換後の世界では、ただの指則計算になるってことです。これは非常に大切な事実です。覚えてね。さて例題だよ。こんなラプラス変換を考えます。一見めっちゃ難しそうだけど、そうでもありません。インテグラルの中身だけをまずラプラス変換します。移動法則を使えば簡単だね。
よって FS はこうなるよ。で、積分法則から、これに S 分の1をかければそれで OK なんだよ。意外にあっさり解けたでしょ。続いて T の N 乗倍法則。例によって区分的に連続とかは気にしないでね。さて、T の N 乗がひっつくとどうなるでしょうか。マイナス1の N 乗と DNDSN がひっつくよ。すなわち、変換前の世界の T の N 乗倍は、変換後の世界では微分を意味します。不思議な世界ですね。例題です。T の N 乗倍法則を使って、T2 乗 ET 乗のラプラス変換を求めましょう。とりあえず E の T 乗は S-1 分の1だね。これに T2 乗がついてるよね。だから、これを2回微分すればいいんです。T2 乗だから2回だよ。つまりはこれが T の N 乗倍法則です。これが最後です。合成法則、だね。その前に合成積について説明します。FT と GT の合成積は、こんな積分になります。これは定義だね。そして合成法則。こういった積分のラプラス変換はただの掛け算になっちゃいます。つまり合成積は積分で定義されてるけど、ラプラス変換後はただの積ってことだよ。最後の例題です。こんなラプラス変換を合成法則で求めます。合成積の定義から、FT も GT もコサイン T だよ。だから、コサイン T のラプラス変換同士を掛け算すれば、それが答えです。定義さえしっかり覚えれば楽だね。今回はこれで終わります。お疲れ様でした。このあたりの法則を押さえておけば、大体のラプラス変換はできるかと思います。あとは慣れだけですね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。